ククこんにちは、あきです。今日はですね、パリ式ジャーナリングのすすめについてお話ししたいと思います。ジャーナリングって何とかね、聞いたことあるけどよくわからないとかね、何のためにやるの、あるいはジャーナリングって続かないんだよねって思っている方におすすめの動画です。ぜひ最後まで見てください。パリ式ジャーナリングのすすめについて今日話ししていくんですけれども、まずね、ジャーナリング、よく最近聞くかもしれないんですけれども、ジャーナリングが何かっていう前に、まず、ちょっとあなた自身のことを振り返ってみてほしいんですよね。ぜひ考えてみてください。例えば日々忙しく過ごしていて、忙しい時には何も感じないんだけれども、ちょっとこうリラックスしたタイミングでふっと自分のことを考えた時、私って何やってんだろう、本当にこれでいいんだっけって思ったり、あるいは感情的に、周りのね、環境に振り回されてしまって、アップダウンが激しくなったり、あるいはネガティブな気持ちになったり、不安になったり、あるいはなんかモヤモヤする。なんかモヤモヤするんだけど、このモヤモヤがよくわからない。やりたいことはあるんだけども、なんとなく見えない。あるいはやりたいことはあるんだけども、なんか体が動かない。行動を起こせない。こういうことを解決したいという方は朗報です。これを解決してくれるベストな方法がこのジャーナリングです。私自身、コーチングだったり、マインドのね、自分でセットアップできるトレーニングっていうのをさせていただいてるんですけれども、この自分自身で自分のマインドをセットアップできる。これはね、人の力をもちろん借りることもできるんですけど、やっぱり毎日自分一人で過ごしていかなきゃいけないじゃないですか。24時間毎日コーチに手伝ってもらうってことはまず不可能だと思うんですよね。で、この時にやっぱ自分自身でやっていくために必要になる、あるいは重要であるっていうのは、自己との対話っていうことになります。今ですね、インターネットの普及もあり、テクノロジーのね、進化によってたくさんの情報が溢れすぎています。むしろ多すぎるんじゃないでしょうか。溢れすぎて、無料でアクセスできる可能性は増えた分、かえって混乱している人も増えています。で、このね、情報が多すぎると脳が処理できなくなるんですよね。あまりにも多すぎて、ある意味レストランでメニューがありすぎる、例えば A ランチと B ランチしかないだったら、チョイスは少ないけど A か B 選べばいいじゃないですか。ただメニューが10ページも20ページもあると、どっから何を選んでいいかだんだん分かんなくなってきませんか。これが日々の中で起こっています。で、この状態っていうのは、脳が完全に機能が処理できない状態に陥ってるんですよね。で、これを情報過多シンドロームと呼んだりもしてるそうです。多すぎると脳が処理できなくて、私たちは感情的に揺れてしまうんですよね。影響を受けてしまうということです。で、情報って感情はないって思うかもしれませんけど、やっぱり溢れすぎるとそれによって影響を受けて、全然関係ないところで不安が募ったり、例えば人のね、下世話なね、話でもいちいち怒ってみたり、私が前聞いた話は、人の不倫話なのに我がごとく怒ってしまって、その人の生活がその不倫に対する怒りっていうのに影響されてしまう、こういうことを聞きました。それくらい私たちっていうのは感情が揺さぶられてしまう、要はそれくらい影響を受けているというわけです。この状態っていうのはね、今までにないくらい大きくなっていると思っています。多分
10年前とか20年前、私たちのようにね、まあこう、ジャーナリングっていいよって言ったとしても、ここまでのね、必要性はなかったかもしれません。ただの日記好きが書いているくらいだったかもしれません。でも、これほど、まあ、情報が多くなって、人々のね、その脳のメモリーとかも食うような感じになってきたときに、ジャーナリングっていうのは非常に求められるようになってきました。今までにないくらい求められていると言っていいと思います。つまり、この自己との対話、自分との対話の中で一番大事になってくるのが、この書く、つまりジャーナリングになるからです。まあ、もちろんね、自己との対話ってすごくわかるよと、ジャーナリングいいよねって思う方もいらっしゃると思うんですけど、まあ続かないっていう方が多いと思うんですよね。効果が高いって聞くかもしれないけど、うまくいかない、続かない、これはなぜなのか、なんでだと思いますか？これはですね、ジャーナリングがただの作業になってるからなんですよ。書くっていう作業になっているっていうことです。で、この、作業になってしまうと、どんなにジャーナリングの効果が高くても、だんだん楽しくなくなってきます。楽しくないことは人は続かないですよね。だんだんやめたくなってきたり、もういっかってなっちゃったりします。つまりやりたくなくなってしまう理由っていうのは、まあ、楽しくないからなんですよね。私自身は、まあ、このマインドの専門家として、例えば何か叶えたい夢とかゴールがあるっていった時の、それに対する物事の視点とか考え方、あるいはマインドセット、こういったものを自己対話の中に入れていくと、より叶えやすくなるよ、より自分の本音と向き合えるよってなるんですよね。私自身は本音の願望しか叶わないと思ってます。まあ、この辺についてはまた別の機会でお話ししようと思いますけども、この自己対話の中で自分のゴールとか、そういうマインドセットっていうのを入れていくっていうのは非常に大事になってきます。で、ここでね、一つ考えてほしい例をお話ししたいと思います。例えばですね、仲の良い友達とね、いくらでも会話が途切れることなく、もうあっという間に楽しい時間が過ぎてしまうようなことってあるじゃないですか。2時間3時間ぐらいあっという間に過ぎてしまう、これもう本当に楽しいですよね。で、これってなんでそうなのかっていうと、結局ね、これってその楽しいっていう2時間3時間っていうのがちゃんと脳にインプットされるんですよね。この人と話すと楽しい、だからもっと話したいみたいな流れですよね。つまり自分との対話も楽しいって思えるかどうかがキーポイントになってきます。お友達と同じなんですよね。自分と対話するっていうのは、まあ、自分と合体してるからあんまり気づかないかもしれないけども、自分に一番近い人じゃないですか。この人と対話するのが楽しい、これを思えるかどうかが大事なんですよ。これを思わずに作業としてただ書けばいいんでしょうってなるから、つまらなくなるっていうことになります。今までね、日記のような類のもの、手帳みたいなもの、こういったものが続いたことがない、ね、三日坊主だっていう方は私の周りでも結構います。ノートが書けないとかね、よく言われます。で、これはね、もちろんやり方とか書く内容とか、そういったこともあるかもしれないんですけど、この心理学、マインドの観点から言えば、自己対話、つまり自分と対話すること、自分とおしゃべりすることが楽しいって思うことが一番大事なんですね。で、楽しくなって、かつそれがいろんな気づきを導き出したり、自分のやりたいことが見つかったりってなるから、ますますやめられなくなるというわけです。つまり人間関係と一緒っていうことになります。もちろんジャーナリングにもね、いろんなやり方があります。ね、たくさんの方がたくさんの形で配信されてると思うんですけれども、
まあ、私なりのやり方っていうのはまたお伝えしていきますけれども、こういう形で、まあ、このジャーナリングっていうのが自己対話の中にあって、でこの自己対話こそがこの情報過多の社会の中で自分の本音にたどり着くベストな方法、つまり願望が叶いやすくなるベストな方法なんだ、これ自身が、まあ、素晴らしい解決方法なんだっていうことをぜひまずは知っていただきたいなと思いました。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価もぜひよかったらお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。